はいどうも佐です今回のこの動画ではですね認知症患者さんに対して認知症患者さんの症状に対してですね家でもどこでもできる一番簡単な、えー、心のアプローチ法ということでお伝えしようと思ってるわけなんですけどはい認知症患者さんですねなんか心が病んでる方がすごく多いですよね何て言うんでしょうねこう目に見えてここがこうとか言うんじゃなくてなんかこう姿を見た時のその雰囲気とかですね なんかどよっとした感じというかね何と言いますか、えー、そういうのがちょっと見て取れたりするんじゃないかと、はい、心が病んでる方がとても多いんですね、まあ、僕もねこれはあのー、勉強をね、あのー、月に1回ほど行、えー、かせてもらう機会がありましてそこで教わってる先生にね教えてもらった方法,か方法なんですけれどもねこれはすごくね使えるんじゃないかと思うので紹介しようと思います、えー、答え言いますとですねお花を置くことです、はい、目に見える位置にお花を置くこと まあ,あのお家で言うならばですね、あのその方ね、本人さんがね、よくいる場所とかにね、まあ、置いてあげるのが一番ベストでしょうね。はい、えー、まあ、うちの治療院で言ったらね、こんな風ににね、まあ、置いてるわけですよ。はい。こんな感じでね。置いたりしてるわけです。えー、まあね、あの窓際とか、まあ、テーブル、卓上訓練とかね、まあ、やってるわけなんですけど、そのテーブルね、はい。その上に置いてみたりだとかですね、まあ、こうお花。で特にここうああのの根っこのある お花じゃないあ根っこになるというかねあのちゃこのちゃんとしたね造花とかじゃなくてあの本物のお花聖果というんでしょうかねはいそれで置いてあげるというのがいいですはいんでかというとですねあのこのお花とかねこう植物というのはねものすごいあの能力というかね力を持っておりましてそういうね先ほど最初にも言いましたねこうドヨッとした感じね 患者さんがこうまとってるなんていうんですか負のオーラみたいなやつ、はい、こういうのをあの植物は吸ってくれるわけですなんか聞いたことありませんかね二酸化炭素を吸ってくれるとかねあの植物はね理科とかで、ね、そういう時期はそういうお話あったと思うんですけどもね二酸化炭素を吸ってそれだけじゃなくてですねその相手のこう負のエネルギーというかねマイナスの状態っていうのを吸い込んでくれるというねその人の体からこう吸い込んでくれるというねそういう力を持っています、はい、うちもねあのこのお花を置いたりしてるとですねやっぱり患者さんもねあの <coughs> なんてううでしょうこの花綺麗やなとかねすごいなんか今日元気なくてもなんかこのお花は綺麗やとかなんかその辺のね反応をくれたりだとかねするわけなんですね。でまあ不思議なことにですねこれちょっと見えるか分からんけどあのうちの治療院に置いてるこの花たちですねまあ鉢植えでね、まあ、置いてるわけなんですけれども特にこの子をですね置いて間もないうちのスタッフさんがねあの持ってきてくれたね綺麗なお花なんですけどねあのやっぱりマイナスのエネルギーを吸うからかですね そののおお花ががね、ね、しおれれ。るのが早いんです、ね、これ、はい、まだおいて本当にね間もないんですけれどもねあの次々新しいお花咲いてるんでね、まあ、ゼロにはなってないんですけれどもねやっぱり咲いたなと思ったらまたねあのすごいしなっとなるのがすごい早いんですお水がこう足りないわけでもないし、はい、おそらくですね、こう患者さんのマイナスのエネルギーね毎日のようにこうね、たくさん来ますから患者さんそういったエネルギーを吸って、まあ、くれてるのかなというふうに思うわけですはい。 まあ事実ね、まあ、あのうちの治療終わった後、患者さんというのは、ねまあ、元気になって帰られる方が多いですからあのやっぱりねこう植物のこう何て言うんでしょうねパワー,ーというのも受けてるのかなというふうに思うとですねお家でもできるしあの簡単なんで、まあ、やってみるのもありなんじゃないかというふうに思いますんで1、まあ、個やってみてください。